旧ジャニーズ勢、今年結婚5組目の意味、有岡大貴&松岡真宏、堂本剛&桃田かな子ら暗黙の了解と、アイドル寿命の長期化。いわゆる旧ジャニーズ勢と呼ばれる、スターとエンターテイメント社所属のタレントの結婚が相次いでいる。7日には、Hey!聖、ジャンプの有岡大貴、33、が、7年にわたって、交際を続けていた、女優、松岡真宏、29、との結婚を発表した。アイドルの結婚発表は、ファンの衝撃が大きいが、今年に入って、旧ジャニ勢の結婚は5組目。一体何が起きているのか。知人の紹介で知り合い、2017年頃から約7年にわたり交際を続けていたという二人。有岡は全員が30代となった Hey!聖、ジャンプのメンバーでは初の既婚者となる。これでスタート社のタレント退所含むが結婚を発表したのは、退所前の1月に桃色クローバー Z の桃田かな子、29、と結婚した、キンキキッズの堂本剛、45、をはじめ、今年は早くも5組目を数える。ニュースに至っては、3月に、加藤シゲアキ、36、が、一般女性と、また小山慶一郎、40、が、AAA の宇野美沙子、37、と立て続けに結婚している。旧ジャニ勢の結婚というと、ファンに大きな衝撃を与えることもあり、かつては多くても年に数組程度だった。それが暗黙の了解だった。そう考えると、今年の5組という数字は大きな意味を持って見えてくる。アイドルとはいえ、30歳を超えてくると自分の生きる道というものが見えてきます。かつては、男性アイドルも20代後半にもなれば脱皮していくものでしたが、今はアイドル寿命が長期化している。アイドルをしながら大人の男性として将来の人生設計を考えたとき、結婚が選択肢に入ってくるのは当然のことです。一人の大人として責任を持った生き方がしたいのは当たり前でしょうと、女性誌編集者は指摘する。その上で、こう話す。良くも悪くも昨年のジャニー喜多川氏の性加害報道で、ジャニーズ事務所という会社が崩壊したことが大きい。スタート社は、タレントの恋愛とアイドル活動の両立は、タレント自身に委ねていると言っていい。大人、そして社会人としての責任を示すという意味でも、結婚は、大きな意思表示なのです。